はい、こんにちは、クレッチョチャンネルです。本日もカミカミ解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日は超ビッグ景品狙う人必見攻略法参戦というタイトルでお送りしていこうかと思います。それでは参りましょう。はい、というわけで本日はまず皆様にお知らせがあります。本日5月20日ですね、22時半からライブ配信を行いたいと思います。クレーンゲーマーなのにクレゲ配信をせずオール雑談番組になっております。はい、この番組はね、皆様にね、のコメントを深掘りしていくような感じになっておりますので、皆様の温かいコメントをお待ちしております。筋肉、クレゲ、何でもいいです。よろしくお願いいたします。でね、お時間あれば少しでもいいのでご参加お願いします。というわけでまずはね、とりあえずぬいぐるみを攻略していこうかと思います。はい、でね、ちょっと1点目はね、耳にぶっ刺したんですが、ちょっとダメそうだったので、2点目はここ首で寄せたのがですが、少し微妙ですね。うん、このね、くったりシュナーズは私、攻略しておるので設定自体はもう把握しております。はい、でこれ今度はどうしましょうか。今度は真ん中掴んでちょっと反応を見ていきましょうか。これね、アーム本体がね正面向いているので少し寄せにくいんですが、さあどうでしょうか。これはちょっと反応が悪いですね。あとアームがね、これ真正面向いているので景品がね手前に来る分には結構勝負できるんですよね。今結構手前にいてるんでね、この右アームをしっかり型に入れております。さあどうでしょうか。少し奥に引っ張ったぐらいでしたね。というわけでもう一度真ん中を持って反応を出していこうかと思います。まあね、狙いとしてはね、何かのタイミングで、まあ、横に向いてくれればなという感じで狙っております。さあどうでしょうか。これはいい感じに少し角度つきましたね。そしてね、これね、頭がシールド側に残ったままでですね。というわけで今度右アームをね、今度耳ありますよね、ここに刺して寄せていこうかと思います。右アームをさあどうだ。はい、ずっぽしですね。さあこれは楽しい反応を見せてくれるんではなかろうか。さあどうだ。まあ悪くないですね。なぜかというとね、うつ伏せ系っていうか寝そべり系はね、仰向けになるとね意外といい反応を出してくれるんですよね。というわけでこのまま頭を掴んで反動でね、下半身ズリズリで寄せていこうかと思います。さあどうでしょうか。おっと、粘れがあった。惜しかったですね。ね、今かなりチャンスタイムだったんですが、最後ギリギリでシュナウザーがね万歳しておりますね。ボカーンとなっておりますね。はい、というわけでね、このまま頭掴んでいきます。頭を掴んで先ほどのように下半身ズリズリで寄せていこうかと思います。さあどうでしょうか。おっと来ましたね。もうぼちぼちですね。で、これ私の得意なガラスズリズリに近い感じになっておりますね。で、これね、ここ最後フィニッシュ、寄せて決めるんですが、これいいんですよね。アームがね、真正面向いているので、脇が狙えるんですよ。いつものね、向きですとね、3時の方向に右アームがあるとね、ちょっと狙いにくかったのですが、来ましたね。無事に、マッチョが寄せで、グデー。再リプレイで見ていきましょう。これ、アーム本体がね、真正面向いていることによってね、この脇に入れることができましたね。で、ここから頭をグググググッとね、引っ張って、もうここでね、重心がもう取り出し口内側に入っておりますね、頭ね。なので、落としただけで、そのまま反動でグイーンと。というわけで、超ビッグ、くったりシュナウザーを900円。これ、いいですね。かわいいです。だいぶモフモフ感があって、かわいいですね。というわけで、お得にゲットです。はい、続いてこちらの超でっかい寝そべりのティムですね、を狙っていこうかと思います。これ過去最大のでかさのティムですね。でね、これまさか横向いてるんですよ。このね、でかい景品っていうんですかね、横長景品っていうんですかね、っていうのはね、横向くとね、かなりチャンスタイムなんですよ。さあどうでしょう。お、どうですか。これで見ました。今1点目でシールド乗りましたね。というわけでもう続いて次も同じように頭を狙っていこうかと思います。頭を狙って
反応ですね、下半身ズリズリで、でね、これ頭のね重心を持ってもねしっかり運ぶぐらいのパワー入ってるんで、これはかなりいい設定ですよね。さあどうでしょう、おっと来た、はい来ましたね、無事にマッチョが、何でしょうね、つまみ寄せでゲッです、つまみ寄せですかね。リプレイで見ていきましょう。まあ頭これね持った時良かったですね、ちょっと持ち上げすぎたかなとは思ったのですが、これ長い景品あるあるはですね、ここからグーグーっと持って下半身がストンと落ちましたね。ここからここでストンと落ちて、これ危ないかなと思ったんですが、右アームとかね、すべてのアームがねティムが右側に倒れないように支えておりましたね。というわけでアームがスタートポジションに戻る際に景品をね取り出し口側にぶん投げてくれました。というわけでまさかの超でっかいティム200円お得です。はい、チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。はい、続いてこちらレインボーフレンズのレインボーカラーを狙っていこうかと思います。でね、私一応これね全てのカラーをコンプしたいなというので頑張っております。で、ね、ちょこちょこ出してね、もうそろそろコンプできると思います。さあどうでしょうか。あー、うーん、これね本来ねあのパワーがあればね、もう首で、ね、ちょちょちょって、ね、よしちゃうことね簡単なんですよ。あのお猿のジョージともうほぼほぼ同じなんですけどね。で私ね お猿のジョージは得意としている景品なので、まあたくさん動画も出てるので、もしよければ見ていただければと思います。でこれもしっかり首で寄せるのですが、スタートでしょ、ちょっとシールド手前のシールド乗りましてね、これ悪くないです。でここからですね、ここからシールドに地道にこう左に寄せるようなニュアンスでいこうかと思います。さあどうでしょうか。ただねこれね1本で寄せれない設定なので、奥アームをねどうしてもね関与させないといけないんですよ。さあどうだ、微妙ですね。日本でね、パワーがあればね、これ本当に首でね、もう一本でブレーンって寄せたらね、ゲットできるんですが、ちょっと奥アームをどうしても脇に入れないといい反応を見せてくれないので、ここ奥アームをシールドスレスレ、フィールド内側に入れております。で、ここで2本で持って、ここから、やはりね、寄せが甘いんでね、なかなかこう、結局はシールドをね、フィールド側になってしまっているんでね、というわけでもう一度同じように狙っていこうかと思います。奥アームを脇に狙って、右アームは首寄せです。でこの2本で引っ張った後、おっと、いい感じにシールド乗ってくれました。これはチャンスタイムですね、来ましたね。はい、というわけでここは一旦ゴリゴリに寄せます。ここまでねシールドに乗っていったら、あの持ち上げる必要はないので、頭をねぬるっとねこう落とし込むようなイメージで狙っております。さあこれはいけたんではないか。はい、来ましたね、無事にマッチョが寄せてゲットです。リプレイで見ていきましょう。この子もね重心が頭なので、その頭がしっかり乗っていたのでね、下半身をまあ浮かす感じですね、浮かす感じにしたら頭がシールド内側にこうぬるっと、ここですね、ぬるっときたんでね、はい、これは無事に600円、まあこれもなかなかお得にゲットですね。はい、というわけでもうほぼコンプリートしたような気はします。ちょっと確認します。はい、というわけで本日は、大きい景品、大きめの景品ですね、3つちょっと攻略法をお見せしてみました。なのでねまた真似してみてください。というわけでね本日ライブ配信を行います。20日本日ね、本日ですね、22時30分からライブ配信を行いますので、クレーンゲーマーなのにクレーン配信をせず、オール雑談番組、私がねお酒飲みながらダラダラ喋ります。というわけでそこでね皆さんとまたゆっくりねコミュニケーションを取れたらなと思いますので、少しでもいいのでご参加の方よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日はこの辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。